どうもお疲れ様です。今回の舞姫大学特別講義は、アフィリエイト、アフィリエーターについてちょっとお話ししようかと思いますえ。実はね、ネットビジネスを始めた、私が始めた頃は10年前だったんですけども、ネットビジネスっていうのはイコールアフィリエイトのことだったんですよね。よくブログで稼ぐみたいな話を聞いたことがね、昔あったと思いますけども、そういうのをきっかけにネットで稼げるのかなっていうふうに考える人が増えたと思います。ブログで稼ぐっていうのはどういうことかっていうと、 ブログにものすごくね人の興味を引くこととか人が集まるものそういうふうな面白い記事とかニュースを書くことによってまあ当然ですけども多くの人が見に行きます繰り返し見に行きますそこに広告を貼ったらどうかっていう話だったんですよね、まあ、ですんでブログを書いたけどもお金にならないよっていう人は記事がつまらなくって集客するようなモデルになってなかったわけなんですよねで SEO ですとかアクセス集中とかっていうのがまあ先行しますそうするとね 面白くない記事アクセスを集めてもやっぱりリピートは起きないんででですすよアクセスを集めてそういったツールを買ったりコンサルを受けてアクセスが集まったんだけども事実アクセスが集まったんだけども売り上げにはつながらないということが起きてきてねあれアクセスが1万2万あるんだけど儲からないよねとこの業界儲からないよねっていうふうに勘違いをする人が増えたんですよでもやっぱりね低アクセスであっても面白い記事なら一定のファンができるんですよね この仕組みってのは後々 SNS マーケティングとかメルマガマーケティングってものに変わっていきます。で、最初アフィリエイトがドーンって出てきた頃、なんで稼げるようになったかというと、やっぱりね、瞬間的な売り上げはその時でも立てられたんですよ。これ自己アフィリエイトだってやつでね。で、一番流行ったのが私もそうですけども、自己アフィリエイトの方法を教えますよっていう風な方法で多くの方との信頼関係を築いてね。 で、自己アフィリエイトを教えるという教育費を、まあ、コンテンツ代金として、コンサル代金としていただくという形です。それをサイトでまとめて、えー、そして SNS で拡散するっていう方法が後々取られるわけですけども、今はね、その、アフィリエイトっていうのは、当時とだいぶ変わって、PPC アフィリエイトとかってもう最後はあったんですけども、あんまりアフィリエイトは今稼げないですね。というのが、もう大企業とか、資本力のあるところが、もう、アフィリエイトってものね、 まあ上の方でで固めちゃってるんですよだから個人がいくら頑張ってもすぐに限界がしちゃいます。でそれをするぐらいだったら方法は2つですよね。1つはですね大手アフィリエイトと提携してそこのアフィリエイト商品を自分でアフィリエイトしていくってやつです。具体的に言うとね金融系 FX カード系それから何があったかな暗号通貨系こちらの方の口座開設とかまあカードの 作成とかですよねこういったものを紹介する記事を書いたり YouTube をやるってことによってもうすでにね自分のところからアフィリエイトをつなぐよりも大手アフィリエイトサイトに誘導するっていう形の方があの簡単で制約率が高いと思いますそういうふうにしていった方がいいかなと思いますよねあのどういってもね結局ねあの大手のアフィリエイトサイトの方に直接行って 商品を購入したりっていうことよりも結局大手の方につなぐあの中小零細のアフィエーターさんが、まあ、やっぱりフロントに立ってるわけですよね、まあ、ですんであのファンの数がね数十人とか数百人っていうほんと小粒の配信者発信者の方が大手サイトにつなぐっていう形のアフィリエートが、まあ、今は主流になってるんじゃないかなと思うんですね。 たくさんは儲からないけども、でも、プラス月に3万5万くらいだったら、これはね、ファンの数が少ない人でもできますんで、アフィレートをするんだったらそれを狙った方がいいかなと思います。で、今度アフィレートがね、本当に上手になってきたら何を考えるかっていうと、アフィレートっていうのは要するにアクセスが集められるってことになりますので、他社の商品を紹介して手数料をもらうっていうのが、まあ、バカバカしくなってくるわけですよね。そうなったら自分の商品を売ろうかって話になるわけですよ。 で、自分の商品を売れば、それはそれで自分でう作った商品だからサポートもできるんですよね。しかも、自分の商品を買った人に対しては、ネクストの商品販売も、その気づいた信頼関係からできるようになってくるわけですよ。でも自分を介してよその商品を売ってしまうと、その先での商品が、なんかね、ゴミくずの商品だったら、紹介した人もね、信用がなくなっちゃうんですよ。ですんで、アフィリエーターとして活動していくときに、まあ、なるべくやらない方がいいのが、 ネットワークビジネスのアフィリエイトとかね、そういうのはあんまりやらない方がいいかなっていうのと、あと自分が興味のない商品とか、よくわからない商品のアフィリエイトもしない方がいいかなと思います。まあ、ですんで、今ね、活動するなら、自分の一番自信の持てるコンテンツを自分で販売するっていう方法じゃないかなと思います。そうすると、普段の発信との一貫性も取れますしね、最終的な責任もすごく取りやすいわけですよ。で、 アフィレーターが絶滅したと言われている時期があります。それは、オプトインアフィレートにのめり込んじゃった時期が、私も含めてあったわけですよ。これ2015年がピークだったと思いますけども、オプトインアフィレートっていうのは、何かね、このメールマガジンの紹介をするんですよ。動画を通じて。で、そのメールマガジンに、自分の視聴者さんが登録していただくと、メール1件につき、500円とか1000円とか、最大で4000円とかっていうね、コミッションが得れるんで、それこそね、 10人の紹介出したらもうね、あの2、3万、4万、5万とかになってくるわけですよ。だから多くの方がメールアドレスを登録させることに躍起になってね、記事を書いたわけなんですよね。でもメールアドレスを登録したら何が起きるかっていうと、登録した人の元にものすごい強力なセールスがかかってくるんですよ。それこそね、インチキみたいなセールス文句で必ず儲かりますとか言ってね、数ヶ月後にもう消えてしまうみたいなね。そんなのが乱発したわけですよ。で、そういうふうにして、例えば私が、 オプトアイアフィレートをやりました私のことを信頼している人が登録しました。そうすると私の情報発信じゃなくて、よその情報発信によってお金を使わされてしまうわけですよね。そうすると2つの問題が起きます。私のことを信用してずっと見てくれたのになぜかよそに、よそを見に行けよっていうふうに私に言われちゃったそういうことで、いや、久保さんじゃない人の記事はあまり見たくなかったのにねっていうね。こういう信頼のちょっとね、えー、既存ですよね。で、もう一つさ、 その先でものすごく社交心をあおるようなねメッセージが届き始めたんでついつい見ちゃったと。ついつい振り込んじゃったでもインチキな商品でしたなんてものに登録させるんですかっていうふうに連絡のつかなくなったそういったインチキな人から私のところに、まあ、まあ直接連絡は来ないけど思いが来るわけですよね久保さんが他の人のことを紹介した時は気をつけないといけないなってなるわけですよで結局アフィリエイトが行き詰まるわけですよ まあそういうこともありましてね。アフィリエイトをやり続けると、どっかで限界が来るということなんで、あれやっぱりね、短期的にはね、すごく鍛えられるんで、今でもあのお勧すすめしますよ。うん、FX の口座開設とかね、金融カードの作成とかね、暗号通貨の取引所、まあ、あのビットフライヤーみたいなところの口座開設のアフィリエイトとかね、やればいいと思いますよ。ただ、それだけでやっていこうと思うとかなり難しいんで、うん、やっぱね、 自分でアクセス集めれるようになったら、自分で、自分のことを信頼してくださってる方に、自分の商品とかをね、サービスを提供した方がいいでしょうね。例えと言うと、私たちは、パン屋をオープンするようなもんなんですよ。パン屋をオープンしました。店は小さいです。お客さんの方もそんなにたくさんいません。でも、私の作ったパン、私の販売してるパンが好きで来てくれるんですよね。 なのに私のパン屋に来たら「いやあのさ山崎さんからパンを仕入れたんでこっちの方を売りたいんだよね」ってなって山崎のパンが売れて私に手数料が入る感じですそうすると私はパンを作らなくてもいいしパンのアフターケアがいらないから楽ではあるんですよでもせっかく久保さんのパン屋に行ったのになんか山崎のパン勧められるなんだこれはみたいになっちゃうわけですよねそうなると今度他のパン屋でもアフィリエーターさんね 同じようなことしてると、どこの店に行っても、山崎のパンを勧められるから、どこに行っても一緒じゃんみたいな感じで、アフィエーターが人気がなくなるんですよ。で、アフィエーターというよりもね、情報発信者がなんで、あの、特定のファンを囲うかっていうと、その人じゃなければ、発信できないサービスや商品があるからなんですよね。同じコピーライティングの、 商材を出すすにしても A さささん C さんみんんん B C みな特色がが違うコピーライティングだからそれぞれが売れぞ売るんですよ、ね、例えば私はコピーライティングの中で恋愛のコピーライティングこればっかりをねバーッとね販売したとしますよねで販売に関わる無料コンテンツの発信するとしますよねそしたら恋愛に興味がある人がどうやって口説くかっていうその言葉とか思いとか概念とかを知りに来るんですよねでも同じコピーライティングでもこっちの方はね 会社員としてどうやって上司や部下とうまくやっていけばいいかみたいなコピーライティング。そういったことに長けてる人だと、これ商品全く違うじゃないですか。でも、私のところに来ようと、こっちの人のところに来ようと、コピーライティングの商品ですよって言ってもね、神田正宗さんの本を紹介されたら、なんだそれはってなるわけですよね。そうやって、アフィリートすればするほど、情報発信者の個性が失われていって、非常にね、 つまらない確一的な情報発信が世の中にあふれてくるんで結局飽和して選ばれなくなるってことになるんですよねだからあれじゃないですか不器用ながらも自分のことを発信した方がいいですよね何もかもでそうするとね自分との信頼関係が強い人に対して、えー、お客さんが集まってきてこちらも販売すればいいんで責任が持てるってことになります、うん、そうすると結果長く続くということになるんじゃないかなとこれがだからあの少ない顧客でもリピーターになっていただくことによって まあ、ビジネスがずっと続くみたいなね、えー、中小零細向けのやり方だと思います。まあ、そうですね、私も好きなんですけども、あの、チェーン店よりもね、あの、通り2本ほど裏に入った、なんか、目立たない看板も出してない、広告も出したことがないような、地元の中華料理屋さんの方がね、非気にしたくないんですよね。そこに行くとね、あの、いや、久しぶりみたいな感じで声かけてもらったりとかね、それから、なんか、ね、同じマスターがずっとね、 んかだから好きなんだよねみたいなそういうとこじゃないですかそしたらそこに例えばねラーメン注文してラーメンにねなんかゴミみたいなのが入ってきてもで取ってからねマスター前ゴミ入ってたよって食べちゃうみたいなねでもチェーン店だったら交換してもらえませんかみたいな感じでマニュアルで交換してくるみたいなとこじゃないですか、うん、だからこう店と客の間にこう血が通わないっていうかな ただ商品を買いに来てるわけじゃなくてその人を買いに来てるんですよねきっとね、うん、まあそれが顧客の少ないでも関係性の濃いビジネスっていうことなのかなと思いながらの今回の動画でございましたお疲れ様です